関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。ちょっと新体制でどうなるのかの話でもあるんですけれども、これまでその上場代表藤田幹事長の体制で、まあ、大きなことをいろいろ決めてきました。あの中期経営計画であるとか、日本大改革プランであるとか、こういったものは新体制でも基本的に党で決めているものなので引き継がれるものなのか、あるいはもう一回リセットされてしまうものなのか、この辺はどうなんでしょうか。中期経営計画については、あの当初、これは松井代表時代ですけど、松井代表、馬場共同代表の私が幹事長という時に、作成したもので、そこから直後にある参議院選挙、統一地方選挙で衆議院選挙と、まあ、3つの、目標をターゲットにしてですね、あの進めてきたものでありまして、まあ、ちょうどそれについては最後の目標設定のターゲットが今回一区切りついたという形でありますから、あの何か継続する目標設定自体を継続するものじゃなくて、まあ、一区切りだということだと思います。あのただ党運営の中でさまざま結構私も改革をやってきて、特に事務職員を強化すると、党職員を強化するということについては、あの結構いろんな取り組みをやってきて、それはまあ私自身がその実務を離れて も回る仕組み化が終わっているものがほとんどなので、まあ、そこはあの今後の財産にもなるだろうし、私はそれは非常に今後党を強くしていくためには必要だと思って、かなりの時間をかけてやってきたので、まあ、そこは引き継いでもらえたらという思いはあります。ただあのどういう方向性でこうやっていくか、またはあのどんな打ち出しをしていくか、また人事も含めてですね、それはあの今現時点で私が申し上げるのは僭越だし、逆にそういうことこそがあのこの 党員投票における代表選挙のおそらく争点の一つになるんだろうというふうに思いますから、まあ、そういう明確なプラン、ビジョンというのをお示ししていただいて、代表に代表選挙が戦われるということを期待したいと思います。それからあの選挙前にありましたあの政策活動費について、まあ、過去のお金の使い方も含めて検証しようという話がありました。ただ実際には衆院選もありましたので、まあ、選挙後にっていう話になってましたけども、これはあの、まあ、選挙終わりましたが現体制でスタートしておくべきものなのか、それとも新体制ができるまで一旦寝かしておいてというか、新体制が体制を組んでやるべきものなのか、この辺はどうなんでしょうか。あ、私は後者で新体制だと思っています。あのこれ、9月の末ぐらいにそういう話が、浅田会長かな、浅田参議院会長からもあって、で私の方でそのやり方について、どういう座組にしてとか、あのどういう方に入っていただいてみたいな、あのだ誰っていうわけじゃなくて、こういう方がいいと、まあ、例えば私が申し上げ、あの考えていたのは、これまで執行部に入ったことがない方を座長にして、で座長は誰かが指名しないといけないんで、まあ、代表幹事長が指名するなりして、でその中で外部の方も入っていただいてと、で何人ぐらいがいいかっていう素案は、あの実はその進め方の素案みたいなのはもうすぐに作ってたんですが、あの選挙があるなしの時期だったので、これ誰か議員に任せると、あの皆さんも張り付きでこう1分1秒をこう貴重な時間として活動してましたから、まあ、そこについてはあの後の方がいいだろうということをあの申し上げてきました。でなおかつ、まあ、選挙 の結果以下によっては、あの執行部も変わる可能性があるということもあったので、それはあの新しい体制の方があの適切だろうということで、その考えの引き継ぎについてはさせてもらいますが、まあ、それと全然違うやり方をするかどうか、またそれを、まあ、一部取り入れてもらうかどうかは、 あくまで私が申し上げるのは参考意見なので、新体制でお決めになられて やるというのが適切かと思います。